はい。皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。それでは今日も物理の解説動画いきたいと思います。今回はですね、タイトルになるように相対論的質量について話したいと思います。これまでですね、相対論の話をしてきたんですけども、相対論の中で絶対的なものは位置や時間ではなくて高速でしたね。そして、これまで高速に近い速度で運動すると、 まあ位置や時間の取り扱いがまあ違ったと。ね。それローレンツ変換でいろいろやってきましたけども、まあ実はそのエネルギーや運動量、質量もちょっと取り扱い方がえ違ってくるので、今回はその話をしたいと思います。まあこれいつも通りのまあ完成形ですね。この黒の方をまあ、KS と。で、青のまあこの X 軸。 に向かって、まあ、速度 V で運動している。そんな完成形を考えています。これをまあ、KS ダしとしましょうと。そして、まあ、この KS ダッシュにて、まあ、静止しているまあ物体があって、この質量を M0 としましょうと。この物体をね、まあ、この人から見ると止まってるわけですね。静止してるわけです。けど、この人から見ると、黒の人が見ると動いているわけですよね。速度 V で。 この場合の、えー、どう見えるかという話なんですが、まあ、これ、皆さん知ってると思うんですけども、あの、アインシュタインの有名な式ですね。はい。この E イコール MC の需要これ、エネルギーと質量はまあ等価だという話ですね。で、これは、はい。このように表すことができます。 で、これ E。これは、あのー、全エネルギーです。これは全エネルギー。で、この M0。これは、えー、静止質量。まあ、つまり止まっている時の質量ですね。はい。そして、この分母にあるのが、まあ、いつものこのルート1マイナス C 分の V の2乗ですね。いつものやつです。そして、この M。これが、まあ、相対論的質量です。 はい。で、まあ、この、いつもの、この、ね、ルート1マイナス C 分の V の2乗。これって、ま、1より小さいやつですよね。これでね、1より小さいですよね。ってことは、この M っていうのは、M0 よりも大きくなると。ということで、どうなるかというと、まあ、この、止まってる人から、この見た物体の質量よりも、黒の人から見て、動いてる物体、この人から見たときの、ま、この質量が、 重く見えるってわけですね。つまり動いている物体は質量が大きくなったように見える。そういう解釈ができます。はい、さらにですね、続きがあって、さっきの全エネルギーは E はですね、この運動エネルギーを考えると、運動エネルギー EK と静止質量、静止エネルギーの和になります。つまり書くと、こういうことになります。 この式ですね。さっきの、あの、式と合わせると、こうかけるということです。さらに、この全エネルギー E は、その運動量と静止質量を用いて、次のに表すこともできます。はい。このような式で E の2乗は、エネルギーの2乗は、静止質量の2乗と高速の4乗、そしてそれに運動量の2乗と C の2乗、高速の2乗の和だと。 そういうふうに表していることもできます。これが相対論の質量や運動量、そしてエネルギーの重要な関係式になります。それでですね、これまで相対論の話をたくさんしてきたんですけども、相対論の話は まあ今回で最後になります。次回以降はまた新しい話、えっと、原子とかですね、あと放射線とかそういったものの話をしようと思います。はい、それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは。